三川さん、今日はどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。では初めに上川さんがボランティア活動を始めたきっかけをお聞かせください。そうですね、50代で早期退職しましてね、はい。ただ体は元気だったので、うん、なんか家でゴロゴロしててもしょうがないなということで、うんうん、当時お手伝いしていた国際交流の人に何かないかなって聞いたら、なんか新勝寺では英語のできる人を探してるみたいだよって言われて、それで来てみたんですね。それがきっかけです。そうだったんですね、はい。ボランティア活動を通じて得たものや気づいたことなどございますでしょうか。いや、得たものはたくさんありますね、はい。さっきも言ったように、人に何かを説明するとか案内するってことはですね、はい、英語ができるだけでは全く足りないわけですね、うんうん、はい。当然いろんなことのそのバックグラウンド、うんうん、歴史的背景とか意味とか全部分かってないんですね、うんうん、そういうことを必然的に勉強した結果ですね、はい。自分の知的好奇心がどんどん増してきたし、はい、未だにいろんなことをもっと知りたいという、うんうん、またその表現なんかもね、うんうん、非常に工夫するようになりました。今だから笑える失敗談などございましたらお聞かせいただけますか。写真を撮ってる人を見たらですね、撮ってあげましょうかってよく言ってたんですね、はい。あ、なるほど。持ってこようとしたらそのカメラになんか紐がついてるじゃないですか、はい。ほんと落としたんですよ。あーっと思ったんですけどね、そこちょうど土の上だったから傷がつかなくてよかったですけどね。もう本当にヒヤッとしましたよね。それはヒヤッとしますね。外国人旅行者の方を多く案内されることがあると思うのですが、そういった方が日本に旅行にお見えになる際、どのようなことに戸惑われたり困ったりされるのでしょうか。まあ、今はそれでもないんですけれど、以前はですね、はい、いろんなところの看板にローマ字表記がなかったんですね、はい。まあ、首都圏では今ね、ほとんどの道にしろね、場所にしろローマ字表記がなされてますけど、はい、これもこの 2,3 年のことですよね、で特に成田は駅とか空港周辺ではあるんですけど、うんうん、はい、ちょっと田舎に行くと全くないんですよね、だからそのたとえ Google マップとかでね、はい、見ながら行ったとしても結構迷ってる人が、うんうん、よくいます。駅っていうのは、うんうん、まあ、電車が便利だとか言いますけれど、はい、足の悪い人にはですね、うんうん、なんか階段登ったり降りたりが頻繁にありますよね、はい。で多くの駅で今エレベーターとかエスカレーター作っ、はいはい、できてますけど、必ずしもね、うんうん、そういう駅ばっかりじゃなくて、特に田舎の駅ではそういうのはないですからね。そうですね、階段が多いですね。レストランなんかでよく見かけるんですけど、まあ、日本のレストランってね、だいたい写真のメニューはあるんですよ、はい。だから見れば、うんうん、なんとなくどんなものが出てくるかなっていう想像はつくんですけれど、うんうん、その使ってる食材ですね、はい、これがやっぱり英語表記がないので、お客様によってはやっぱりアレルギーの心配があるね。それから宗教的な縛りのある方も結構多いんですよね、はい。ここがやっぱり日本はね、まだまだ遅れてるところだと思いますね。特に欧米の方はベジタリアンの人が多いじゃないですかね、はい。そうですね。日本でベジタリアンって歌ってるレストランは東京以外ではまずほとんどないと思うんですよね。それで私たちもやっぱり成田なんかではね、はい、うんうん、ご案内するときすごく苦労します、うんうん。シティキャストとしてどのような準備、おもてなしを心がければいいと思いますか。そうですね、やっぱり一番大事なのは、自分が求められている知識、情報というものをね、はい、ちゃんと下調べして事前の準備をしているかということはすごく大事だと思うんですね、はい。例えばまあ、ラーメンのお店はどこにあるとかね、ベジタリアンの人が食べられるメニューがあるお店はどこかにあるかとかね、はい、そういうもう事前に調べられることはいくらでもあると思うんですよ。そういうことは知っておく必要があるしね。それから例えば看板が読めないということはありますので、道の行き方を教えるにしても、そこに行くにあたっての非常に大事なランドマークといいますかね、はい、目印になる建物とかものがあると思うんですね、はい。そういうところの位置を確実に確認しておくということですね、事前に。これはかなり大事なことだと思いますね。
つい先日なんですけど、はい、電車の事故でですね、はい、もう要するにその電車はもう動かないということがあって、はい、その電車に乗ってたスーツケースを持ってる外国人の方が右往左往してるんですよね。あ、それで、はい、私の家内もね、その電車に乗ってて、そういう人たちを見て、ああどうやったらいいかわからないとみんな困ってるんだなと思ったって言うんですね。うちの家内は英語できるんですよ、はい、で声かけてあげようかなと思ったけど、なんか気遅れして声かけなかったって言うんですよ。だから私それ聞いて怒ったんですけどね、はい、明らかに見てそういう人たちは何らかの援助が必要なんですよね、うん、だからもうそういう人を見たら迷わずにすぐやっぱり声をかけてあげる、ね、何かこうタブレットかなんか見てね、こう道に迷ってる感じの人がいたらすぐ大丈夫ですかというようなね、お声かけをするというのがやっぱり非常に大事だと思いますね。なるほど。観光客におすすめしたい千葉県の観光スポット、ぜひお聞かせください。はい、うん、私も仕事柄千葉全域っていうのは本当にまあ、ほとんどカバーしたと思うんですね。はい、でまあ、いろいろ風光明媚なところがたくさんあるんですけれどね、ただ旅行先として考えたときに、はい、このやっぱり成田山新勝寺っていうのは一番その中でも魅力があるんじゃないかと思うんですよ。そうですね、私がそれを実感したのはですね、はい、もう10年以上前の話なんですけど、うん、はい、京都や奈良を2週間旅行してきた人たちが、成田空港から飛び立つ前に5時間の時間を持て余してこの境内にやってきたんですね。そして私がボランティアとしてご案内しますよという非常になんかこう抵抗なんでね、はい、受け取り方をされたんですね。でまあそうは言っても多分おごまの儀式なんか見たことないでしょうということで、はい、おごまにご案内したんですよ。20分のおごまの儀式が終わった後、はい、質問が矢継ぎ早に飛んできて、そして最後に言った言葉が、この私たちのツアーの中で、2週間のツアーの中で今日のこれがハイライトだったって言って、嬉しいですね、それを聞いた時に、はい、ああそういうことなんだと、日本の古いものをね、はい、たくさん見ればいいってことじゃないんだ、何かやっぱりその体験するっていうか、その空間に自分の体を置いて五感でね、それを体感するということの大事さっていうんですかね、おごまはまさにそうじゃないですか。そうです ね、はい、そういうことをその時本当に強く実感しましたね。だからこの新勝寺が持ってる魅力っていうのは、はい、半端なものじゃないとその時痛感しました。やっぱりここは浅草寺なんかと違って観光客が来るためのそういう、目的で来るところじゃない、みんなお参りっていうね、祈りのために来る場所であると、そしてそうあり続けているというところが大事なんだと思うんですけどね、はい、南房総とかね、銚子の方とかね、はい、いろいろたくさんありますよね。まあ成田にはそういう、まあ、地形的な面白さはないですけれど、この文化的なね面白さっていうのは、はい、もう決して引けを取らないと思うんですよね、うん。それでは最後に新人キャストへの応援メッセージをいただけますか。まあ、私が今までボランティアとしてね、いろんな人を案内していて、やっぱり一番嬉しいのは最後に、まあ、手を握ってくれてありがとうとその心を込めて言われた時ですね、はい、そういうような思いをねこれからも皆さんすると思うのでね、はい、ぜひそういう、まあ、ことを期待してではなくてね、結果的に自分が尽くせばそういう見返りが絶対ありますからね、頑張っていただきたいと思いますね。はい、頑張ります。はい、レディーセッゴー。